こんにちは、今日は外ヨガのご案内をしたいと思います。外こうやってね、外でやります。はい、ものすごい開放感です。ちょっと上映してもらっていいですか。とこんな感じです。はい、ね、いろんなヨガのポーズやった時、こう上を見てね、ものすごい開放感になります。特にね、普段ねやっぱり室内にいることが多いと思います。仕事とか家事とかでね、やっぱり首肩とか緊張してきますが、こういったね外で開放的に動かすことで自然に緊張が緩みます。ね、もちろんヨガのポーズや呼吸法でも緩めます。でさらにね、さらにやっていくと、やっぱりねちっちゃい頃外で走り回ってた記憶がの蘇ったりして開放感が溢れてきます。参加された方からね、外の方がいいですとかね、鳥のさえずりが聞こえてよかったですとか、いろんな感想を聞いてます。もし興味あれば、連絡ください。以上で終わります。